依頼を受け、とある村に除草剤を売りに行く直文たち。そこは異常発生した植物とその原因となる魔物に翻弄されていた。槍の勇者が原因となったその魔物を直文は成り行きで退治し、新たな盾の力を手に入れる。商人からの追加の依頼を受け負い、直文たちが向かった先は温泉街で。次回、新潮の成人。温泉で私とフィーロの戦いが始まる。私、フィーロ。